すごいじゃないか、大したもんだ。まさか荒滝派が虫相撲の強者をこんなにも破るとは。お前らも虫相撲に独特の理解を持ってるようだ。これまでの偏見を撤回しよう。これからは尊敬を払うべき相手と認めて全力で戦ってやる。牛使い野郎、親分のお前の出番だぞ。前にオイラが言ったことは気にしなくていいからな。当然だ。最後の対決もこの俺様が勝たせてもらうぜ。お前が手下でもどう指導したかは知らねえが、もう結果は分かりきってる。そう、この俺様が率いる荒滝屋の方が上だってことはな。覚悟しやがれ、花形玉将。間違いない。あまたの試練を乗り越え、お前たちの赤紅一所も強くなった。少なくともその勢いは電気少子を破った時をはるかに超えてる。ほう、なかなかいい目してんじゃねえか。まあ最大の功労者は指揮を取ったこの俺様だけどね。お前の虫相撲の技を必ず見切ってやる。試合の勝敗なんてもはやどうでもいい。気が済むまで戦おうじゃないか。どうだい？めったにお目にかかれない気の合う相手だ。たった数分で終わらせるなんて惜しいだろ。へっ、どんどん来やがれ。だが俺様の虫相撲の技を見切るだと？寝言を言ったんじゃねえぞ。俺様の腕の方が上だと認めりゃ何回だって付き合ってやんぜ。うーん、牛使い野郎と花門玉将のやつずっと盛り上がってるな。満足するまで虫相撲はやらせておこうぜ。満足。そうかい。虫相撲の戦い方は違えど、お前が鬼カブトムシに注いだ熱い気持ちに俺は強く共感した。いつの日かお前は虫相撲界の傑物になるだろう。お前も悪くねえぜ。1141回の勝負の中570回も俺様にギリギリ勝つなんてな。俺様と100回以上戦い続けた相手の中ではお前は一番根性を持ってやがる。見直した。571回だ。俺の方が多く勝ってる。場所が不利なことを考えると俺の方が上のはずだ。ふん、なんだ、負け惜しみか。俺様はしっかり覚えてるぜ。守るだって証明できるだろ。守る。親分、え、お、俺はもうダメだ。ちょっと寝かせてくれ。うわぁ、まさか今までずっとここで虫相撲をやってたのか。しかも休まずに。よし、俺様が特別に一回勝たせてやってもいいぜ。どうせすぐ取り返せるからね。もし不服ってんなら次の勝負はお前の本陣に行ってやる。
場所なんざ関係なく、重要なのは虫相撲をする奴の腕だってことを証明してやんぜ。望むところだ。ついてこい。あ、ダチ公に空飛ぶちびすけ、やっと来てくれたか。なんでまた空飛ぶちびすけに戻ってんだ。虫相撲を手伝ってないときはかっこ悪いあだ名しか思い出せないのかよ。それは一旦置いとけ。約束した2ヶ月分のラーメン無料券だ。持ってけ。ラーメン無料券？そうだ、ラーメン。ひひ、そう来なくっちゃ。わかってんじゃんかよ。いやいや、今回はあくまで新たき極意堂々虫相撲大試合の予行演習だ。だって観客もいないし、これじゃ寂しすぎんだろ。こんなのは祭りじゃねえ。幸い花形玉将はそのおごりを捨てて、俺様こそが得がたい虫相撲の強者だと認めてくれた。だが俺たちの戦いはまだ終わっちゃいない。これから俺様は短期で花形玉将の本陣に乗り込み、奴が納得するまで叩きのめしてやるつもりだ。その時はきっと花形玉将も俺様の指揮に従って新たき極意堂々虫相撲大試合を盛り上げてくれるはずだぜ。今回はあんがとな。俺様からの朗報を待っててくれ。牛使い野郎も思う存分楽しめたし、オイラたちも2ヶ月分のラーメンをゲットできた。めでたしだな。オイブン、オイブン、忍の姉子からの手紙だ。見てくれ。って、あれ、オイブンはどこ行ったんだ。さっきまでここで虫相撲をやってたのに。え、なんかあったのか。牛使い野郎ならさっき花門玉将と一緒に行っちゃったぞ。技を磨き合うとかなんとか。いや、大したことじゃないんだが、ちょっと予想外のことがあってな。詳しくはこの手紙を読んでみてくれ。けど花門玉将は口の利き方があんなだから牛使い野郎も敵だと思っちゃったのか。忍の予想通り、牛使い野郎は確かに虫相撲に夢中になってるけど、結局オイラたちに新たき極意堂々虫相撲大試合のことで手を焼かせたから。こうしてみるとラーメンの無料券は忍にあげるべきだな。忍が戻ってきたら一緒に食いに行こうぜ。あれ、もっと、そういえばこの無料券がどこのラーメン屋で使えるか牛使い野郎に教えてもらってないぞ。まさか自分で探さなきゃいけないのか。Thank you.